ホクロはメラニン色素を含む細胞、すなわちメラノサイトが皮膚の一部に周囲より高い密度で集まってできた防犯の一種。メラノサイトが一層に並んでいるものを競技の黒子と言い,い、メラノサイトが重装し、しばしば持ち上げられた表皮が盛り上がって見えるものを色素性防犯あるいは防犯細胞性防犯という。また、この場合、 母藩を形成するメラノサイトを特に母斑細胞と呼ぶ。体表からは黒く見えるのが一般的であるが、皮膚の深い部分でのメラノサイトの増殖の場合、青く見えることもある。一般には過骨的なものと考えられているが、風分類では色素性母斑に限っては、良性腫瘍として扱い、組織型の ICD、オコード付けがなされている。分類の方法は複数あるが、 規定層にあるものを境界母藩、すべてが神秘層にあるものを神秘内母藩して区別する。ほくろから生じる体毛は、しばしば周囲の皮膚の産毛よりも太く長く発達し、ほくろ毛とも呼ばれる。原因ははっきりとはわかっていないが、ほくろ部分でメラノサイトが他より多く増殖するのと同様に、毛母細胞も活発化しているためとも毛髪を黒くしている。 メラニン色素が多いためとも言われる。ホクロ毛にもたの毛髪と同様に生え変わりのサイクルがあり、毛根部の肥大やメラニン色素が毛に吸収されることで、毛のあるホクロは色や大きさが変動することがある。体の上でのホクロの位置が年月とともにゆっくり移動することがあり、複数のホクロの位置関係が変化することもあるが、心配ない。もし成人の手のひら、指、 測定、足指、目のあたり、鼻、上唇周辺などの、ほくろが急に大きくなったり、その境界がぼやけていたり、いびつな形だったり、出血、脳、あるいは、崩れがあるなら、いじらずに、すぐ皮膚科や、形成外科に行って、良性かどうか見てもらうのが良い。数年で盛り上がった、ほくろでも、真珠状の光沢や、青黒さがあったり、繁盛のもの、 あるいは中央部が海洋で落ち込み周囲が黒く、盛り上がっている場合も同様である。以前はメスを使用した切除法が多かったが、近年では、レーザー治療などを使ってホクロを除去する人も増えている。切除法のみ、保険適用であり、レーザーによる除去は自由診療となっている。レーザーによる除去は、患部が大きい場合は除去した患部の凹みが大きくなり、周りの皮膚との色も異なってしまう。 切除法は、傷跡が一本の線であり目立たない。以上の特徴から、レーザーによる除去は、比較的小さい幹部に適している。2016年9月29日に、株式会社ジャパンティッシュエンジニアリングの自家培養表皮、ジェイスが、先天性巨大色素性母範の治療を目的とした、製造販売承認事項一部変更について、厚生労働省より承認された。 ありがとうございます。